こんな感じ。ここすげえ。こんな感じです。で、あ、間にこう空きがあるんだ。あ、ここで抜けた。いいね。電気式ストーブって言っとったかな、これが。やけど、こうやって熱せられとって、こんな感じに、ね、水が置いてあるんで、これをかけるともう一気に熱い蒸気がこの室内にブワーッと来て、極熱な状況を作れるというわけですね。そしてこんなして外の景色見ながらサウナ行けるっていう。なんかサウナ室って基本こう木蒸す喋らない方がいいねっていうのが大体の施設やけど、こうやってまあほぼ貸し切り状態ってか、まあ、この空間にも身内しかおらんのやったら、まあ、そこら辺も金銭でいいかなっていう。ほら最高じゃないか。そうだね。だ4人とかで予約しちゃったら隠し切り確定だし、あ、確定貸し切りね。めっちゃいいね。いいね。でもとりあえず10分ぐらい、15分になるまでちょっとここでおろうか。そう、ね、ちょっとロウリュするときに撮影をします。じゃあ5分経過、めっちゃ汗かいてきたけど7分経過した。ロウリュしよう。はい、いきます。俺やる、うん。これがかけすぎちゃいけないってことで3分の1から4分の1これぐらい経ってます。いいよ。たゆっくりかけてくださいってことなんで、いきます。レールがちっちゃい分さ、熱気の周りも早いな。早いね。熱い。いや、これ、熱い。熱く感じるだけで、本当は室温は下がっとんね、これね。ああ、そういうことね。体感が上がってるだけ。そう。お、いいね、熱い。もうちょっと頑張ろう。セルフ。あ、アウフグース。アウフグース。ちょ、回すわ、俺。この、中の空気。上のを下げるわ。よし、天井気持ちいいわ。11、12度。ああ、ちゃんと汗は流して。はい、ということでサウナ、あ、こんな感じでいつも楽しんでます。このゆっくりする感じと、あとこう暑いところから冷たいところに行って、で冷たいところから
こう常温っていうか、外の外気浴をすることでこう血液が体中に巡ってくるのがすごく気持ちいいんですよね。ただ一つ、失敗したなって思ったところが、ここ多分冬じゃなくて春とか夏とか暖かい時に来た方がいいと思いますっていうのが、ポンチョ着ててもめちゃくちゃ寒かったです、おすすめは暖かい時期です。入ってもいいですか？もちろんです。この板張りの部分まではスリッパ入っていただいて、うわここ最高じゃん、うん、これいいやば、景色良すぎるだろう。あ、しかもこの壁面もちょっとデニム、デニム調に、デニム調にしてるんですね、はい、本色だ。畳ベニムデニム調、あ、ここかこだわりすごい。これいいね、すごいな。倉敷ジーンズに引き続き、こちらがな、小島ジーンズストリート、小島ジーンズストリート、小島ジーンズストリート、小島ね、職人のお店とか、ここら辺全部だってデニム屋さんでしょ。すげーよ、渋いね。はい、ということで、小島にあるフーサウナを出て、小島にある小島ジーンズストリートの方に来ています。ここももちろんあのジーンズがすごい置いてるところなんですけど、もうね密集して39店舗ですよ。39店舗もこの一帯にお店がガッと集まってる名所です。これがかなり有名なビッグジョン、でかいものなんです。何から何までジーンズでした。この自動販売機もジーンズ柄、うん、すごいね。ラーメン食うか。これ車ここだと思う。マジ？いやこれやば、すごいとこ来たね。はあ、岡山倉敷でもうこのお店を知らない人はいないんじゃないでしょうか。こちら、明大とんかつかっぱさんです。連日大行列ができる激うまとんかつの洋食屋さん。とんかつ以外もいろいろやられてるんですけど、やっぱり名物はこのとんかつ。今回僕は1500円のとんかつとご飯と味噌汁セットのやつを注文しました。からしも一緒についてきて、でとんかつにデミグラスソースが乗ってるんですよね。食べてるシーンはないんですけど、もうこの衣の剣立ちすごいですよね。友達も一緒に同じもの食べたんですけど、もう友達曰く人生今まで食べてきたとんかつの中でここが一番美味しかったっていうことです。本当にね、もう分厚いんですよ。やのにめっちゃ柔らかいっていう。その代わりものすごい待ちます。どんくらい待ったっけ、1時間ぐらい待ったんじゃないですかね。うん、でも本当に美味しかったです。あ、ごめんなさい、間違えてました、これ読み方明大じゃなくて名大です。はい、名大。倉敷駅から美観地区へ行く恵比寿通り商店街のところにある昭和50年以上の老舗の洋食とんかつ屋さん、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、ということで岡山旅行こんな感じでふわっと終わっちゃったんですけど、もしまたどこか旅行に行くときはこういった Vlog みたいな動画を撮っていきたいと思います。その時おすすめのお店ありますかみたいなのを、アンケートをしようかなって思うので、ぜひそちらの方も教えていただければと、はい、思います。ということで、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。明日から讃岐うどんに戻ります。